大阪府立今宮工科高等学校鉄道研究部です。鉄道研究部について紹介します。私たちは月曜日から金曜日の放課後15時から17時まで活動しています。主な活動は鉄道模型コンテストに出展する鉄道模型のジオラマ作成、HO 模型作成、ミニSLの整備活動をしています。このミニSLは不定期に地域のイベントなどでボランティアで走らせています。続いてその他の活動を紹介します。毎年夏休みに小学生を対象にしたペーパークラフトの追加型講座などさまざまなボランティア活動に参加しています。以上、今宮工科高等学校鉄道研究部の紹介でした。ご視聴ありがとうございました。